ちは。こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。ひろくんいますか？いますよ。暑くてハーハーしてる。お疲れ様でーす。こんばんは。髪明るくなった。なんかね、今日ちょっと多分黒い服着てるから明るく見えるかも。そう。黒い服着てるからかもしれない、明るく見える理由。でもさっきなんか思った、あれ、暑い。ちょっとは寝れましたかな。寝てないっちゃ寝てないけど、寝たっちゃ寝たみたいな。そう、こんにちは。ご飯食べてる？食べてない？今日もまだ何も食べてない。最近一日一食。やば。でもなんか逆にそのコンサートのリハがある日の方がやっぱお弁当が出るからちゃんと食べる。そう。コンサートのリハが長い時間あった方がちゃんとご飯出るから食べるんだけど。夏バテしないでください。ありがとうございます。グラビア撮影あるか？ないです。ごめんなさい。ごめんなさい。全然それそういうわけでご飯食べてないとかじゃなくて、本当に何か最近ご飯を食べるっていう行動をやってない。でもちゃんと一日一食は食べてるから。
いいんですけど、ひな的には一日一食食べればまあ生きていけるかなっていう。食欲わかないの、そういうわけではない、そういうわけでは全然ないんですけど、なんか食べるのを忘れるっていうか。いや忘れてるわけでもないし、あーご飯食べてないなーとは思うんだけど、お腹すいたなーとも思ったりもするんだけど、もう食べてる暇ないなみたいな、まあいっかみたいな、夜食べればいっかみたいな感じ。レインボースターありがとうございます。だから全然食欲がないわけじゃないんですけど、なんか食欲よりも強い気持ちがありすぎて、そうなんかそっちを、食欲はあるんだけれど、まああとで夜食べればいいか的な気持ちになってますね。こんにちは、レインボースターありがとうございます。こんにちは。なんか、ため息って本当に出るんだねっていうことに気づいた。なんかため息ってさ、わざとしないと出ないじゃん。でも本当にそういう時があった時って本当にリアルにため息出るんだなって思って、でもため息出るとため息をした数ほど早く死ぬっていうじゃないですか。ため息一個したら一歳寿命縮むみたいな。そう、ちっちゃい頃よくなんか誰が言ってたんだろう、ため息したら一歳寿命縮むみたいな、ため息一個で一歳みたいな、だからさ、もう100回ため息したらもう死ぬやんって感じですよね。スイカありがとうございます。もう本当にそういう時ってため息出るんだなって思いました。ため息って本当に出るんだね、本当に。ハーハーしてんならクーラー効いた部屋行きなさいよ、あなた。今日もね、エル君がね可愛くて、ハーハーしてんの
暑い。今日も一緒に寝た。さっき地面で、冷たい地面でゴロゴロしてたんだけど、エル君が隣でずっと寝てたね。こんゆうくんのよだれがベタベタ。また服着てなかったのか。 Yes。 うんうん、エル君は癒したね。本当にそう。でもエル君いなかったら姫も今頃多分もうおかしくなって。ねえ、エル君が姫のこと助けてくれる。エル君がいないと生きていけない、マジで。エル君、うんうん、わあ、なんかアイス食べたいとか思うんだけど、そして今冷凍庫に桃太郎アイスがあるっていうことも知ってるんだけど、なんか思うだけで食べるっていう行動になんか移らなくって、もうないかな。まあ、結構前から桃太郎アイスが冷凍庫にあるってことを知ってるんだけど、まだ一回も食べてないんだよね。あ、でも食べたいなとは思うんだよ。でもその行動に移らないってことは別に食べなくてもいいやって感じなんかな。スイカありがとうございます。そのうちママに食べられちゃうよ。うん、ね、多分ね、確認してないけどもうない気がする。いや、わかんないよ。あるかもしれないけど、結構桃太郎アイス買ってから時間が経って、であるってことは分かりながらも、ひなもまだ一度も食べてないから、もうないんじゃないって思ってるんだけど、どうだろうか。やばい、今日もまだ朝から何も食べてないとか信じられないんだけど、何も食べてないけど、なんか別にこのままでもいいかなみたいな。こんにちは。夕飯何食べようか。何食べるんですか。何食べますか。なあ、でもちゃんと夜ご飯は今日ね食べます。
ちは。昨日はいつ食べた？昨日はあのラジオ収録行く前におばあちゃん家に寄って夜ご飯食べた。くまさんありがとうございます。ありがとうございます。でも食べようと思えば全然食べれるんです。ただ別に食べなくてもいいかなっていう感情でも、お腹空いた後はちゃんと思ってるんですよ。そう、美味しそうって思うし、食べたら美味しいって思うし、でも、まあ、別に食べるほどでもないかなっていう。体重測ってみようかなとか言ってね、ひなね全然変わらないのよ、体重が食べなくても。だから結局体重に変わりはないから別にいいかなってまあ食べない、食べると食べないじゃん。食べない方が、まあ、食べた方が体にはいいけど、食べない方が体重減ってくれるし、一石二鳥かなって。だからいい機会なんですよ。いい機会なの。朝昼食べなくてもあの生きていけてるのはすごくいい機会なんですよ、痩せるために。こんにちは。しっかり食べないと夏バテ本当にしちゃうよ。ありがとう。でもまあ一日一食食べれば元気なんでいや全然食べるときは食べるよ、食べるときは食べるけど、そのレッスンが朝から夜まであってお弁当が出るとか、そういう方が嬉しいお家にいると食べようっていう気持ちにならないんですよ。そうだから、そのお仕事があってあのご飯の時間にご飯っていう用意があった方がありがたい。家にいたら用意するのめんどくさいなともなるし、別に食べなくてもいいかって思って食べないんですよ。時間もないしご飯を食べる時間を用意しないみたいな。こんにちは。まあでもひなにとっては一石二鳥なので良いかなって思ってますこんにちは。でも大丈夫、食欲はちゃんとあるからあ、食欲ないわけじゃないの、全然食欲はちゃんとある、大丈夫です。だって今もさっきからずっとお腹鳴ってるもん。お腹鳴ってるので大丈夫です。私の食欲はいつも通りこんにちは。
だって今普通にご飯が用意されて目の前にラーメンとか来たらもうめっちゃがっつくと思うよ。全然大丈夫なんだけどね。こんにちは。なんか旅行に行きたいです。旅行。めっちゃお腹鳴ってる。旅行に行きたい。旅行に行って食べ歩きしたいですね。美味しい食べ物。またありがとうございます。海外行きたい。わかる。海外行きたい。行きたいな。日本だったらなんかいつもは大阪とか思うんだけど、今はなんか沖縄行きたい。なんか沖縄が一番なんだろうに日本の中で現実味がないというか、なんていうの、すっごい褒め言葉としてね、なんていうの、日本感がなんていうんですか。沖縄は日本の海外みたいな。日本の中で一番海外感があるのは沖縄じゃないですか。だからそのなんか一番現実から離れることができるのが沖縄な気がする。現実逃避。現実逃避ってどういう意味ですか。調べてみよう。現実逃避って何。現実逃避。現実逃避。現実逃避。ああそう、合ってる合ってる。一番現実逃避できそうなのが沖縄。日本の中では沖縄な気がする。いいなぁ。なんか YouTuber さんとかが沖縄旅行に行ってる動画見るのめっちゃ好きなんだよね。最高やんと思って。可愛いギフトありがとうございます。将来たくさん好きなことできる将来になりたいってすごく思うんですけど、最近より。将来は好きなことをたくさんできる将来にしたいんですよ。だからこうやって沖縄行きたいって思ったら沖縄行っていろんな経験したり、いろんな食べ物を食べたりとか、いろんなものを買ったり。すごい思う。してみたいって思ったことをしてみたい。してみたいとか行ってみたいとかって思ったことをやらずに人生が終わっちゃうのってすごく
なんだろう、もったいないじゃないですか。だからやってみたい、してみたい、行ってみたいって思ったものをちゃんと経験してから人生を終えたい。そう、だからね、いろいろ考えてます。ありがとうございます。そうそう、お金と時間に余裕があったら日本全国を旅したい。わあ素敵ね。でもなんかひなも行ったことない県めっちゃ多い、めっちゃ多い。うん、まあみんな、まあ、人それぞれだと思うけど、行ったことある県の数はみんな人それぞれだとは思うんですけど、本当にいろんな県に行ってみたい。そして日本から飛び出ていろんな国に行ってみたいですね。そうだから、なんか、うん、そんな感じ。こんにちは。うんうん、もっといろいろやるべきだなって思ってます。いろいろやりたいなって。うんうん、こんにちは。最近たくさん服買ったりエアポッド買ったりしてるみたいだし、そう、それもね、そう、うんうん、いろいろとね、ちょっと最近いろいろあって、実はみんなに言ってなかったんだけど、人生で初めてめっちゃ高いカバンを買ったんです。もう自分どうしたって思うんだけど、めっちゃびっくりされたし、みんなにもママにも。もうさ、ていうかもう人生で初めてあんなに高い値段を見てしまって、私はもう死んじゃうかと思った。でもまあちょっと言えないけどっていうか、こう、なんでひなが今そういう状況になってるかはまあ詳しくは言えないんだけど、すごい、でもいい意味で、なんていうの、マイナスなことを考えてるわけじゃなくて、すごいプラスなことを考えて、ちょっといろいろ考え方が最近変わったですね。
まあもう一つの理由は、まあ、前も言ったけど今まであまりにも自分にお金を使ったことがなさすぎたんですよ。そう、今まで自分にお金を使ったことが本当に一度もなかったレベルなんです。まあ、コスメとかそういうのはまあお仕事で使うものだから、まあ、それはまた別としてね、そういうのはもちろん買ってますよ。コスメとかはもちろん買ってるんですけど、その自分に、なんだろう、そういう欲しいものを自分に買ったことが一度もなくって、この4年間そう、初めてあんなに高いものを買いました。そう、今でもちょっとそのカバンを見るたびに震えるんですけど本当にもう怖い自分が。いいねギフトありがとうございます。でもこれからいろんなところに出て使うだろうし、だからいいかなっていいかなっていうか大事に使っていきたいなって思ってます。ありがとうございます。その顔見るだけで頑張ろうって思えるし、とそう、本当になんか初めてあんな高いの買ったから見るたびにハッってなる。でもなんかそう、だからこれからたくさん使っていこうかなと思ってます。信じられないよね、ひなが。そんな高いもの買うなんて。自分でも信じられない。高いエアポッツを買って、高いカバン買って。エアポッツのカバーだって高いのにしたんだよ。いつものひなだったら、もうなんか100円とか、さすがにそれはないけど、さすがにそれはないけども、100円レベルのものにしたいんです。でもエアポッツのカバーもめっちゃ調べて、ちょっとまあなんか、まあ、ブランドものというか、その見た目見そう、そのおしゃれなものを買いました。本当にやばい、さすがにお金を使いすぎている。でも本当にあのお金があるからやってるわけじゃなくて、マジでないんだけど。マジでないんだけど、その今まで4年間一度も使ってこなかったから、その分です。本当にお金はないです、全く。めっちゃ現実的な話する。そう、今まで4年間貯めてたから、4年間一度も使ったことなかったから、使ったってだけで、はい、こんなお買い物をできるお金は本当はないです。そう、こんにちは。
感じでも本当にそう、ちょっと初の高級品なので緊張してますもう最近エアポッツもマジでなくしたくないが一心で、本当にもう常に確認して、もう怖い、やだ、壊れないで、落とさないで、気をつけて気をつけて本当に私がこんなにお高いものをね買う人生は初めてなので、ちょっと緊張してるんですがっていうこと、本当にちょっともう節約、本当にひなにと、ひなって本当ケチケチ女なんですよ。節約女なんです。その節約しなくなったのって思われると思うんですけど、そこは変わらずです。はい、めちゃめちゃケチなのは変わらないんですけどまあちょっとこう自分にご褒美を与えてみたよっていう感じなので、勘違いしないでくださいね。エアポッツとかカバンとか買ってるから、めっちゃお金お財布の紐緩くなったんかって思うと思うんですけど、全くそんなことなくて、そこに変わりはないので、私は変わったわけじゃないのでただちょっと考え方を変えて、そういうのも大事だなって思って、4年間貯めてきたもので、欲しかったもの買ってみたよっていうことなので、そこだけよろしくお願いします。そう、全くお財布の紐は緩くなってないので、ちょっと緩くなったかもしれないダメだ。いやでもなんかちょっと考え方が変わったことによって、ちょっと緩くなったような気がちょっと自分でするんですよ。だからちょっとさすがにそれはやめなさいって言いたいと思いますはい、ということでちょっと早いんですけど、ここら辺で終わりにしたいと思います。レインボースターありがとうございます。13位ショールームさんありがとうございます。12位ひろゆきさんありがとうございます。11位竹めぐさんありがとうございます。10位ジニさんありがとうございます。9位ゆうとさんありがとうございます。8位スイバラの赤 T さんありがとうございます。7位しんじさんありがとうございます。6位うっちーさんありがとうございます。5位こばさんありがとうございます。4位ゆずきてさんありがとうございます。3位サブサンドさんありがとうございます。2位ふんせいさんありがとうございます。1位けいわんさんありがとうございます。はい、ということで、ちょっと昨日からね変な時間の配信で申し訳ないんですけど、はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日の配信はこれで終わりになります。また明日配信します。よろしくお願いします。今日もいや午後もうこんな時間か、なんだろう、夕方も頑張ってください。また明日。おやすみなさーい。ありがとうございました。またねー。ありがとうございました。バイバーイ。